今日未明、函南町の県道で落石があり、駐車していたトラックに衝突しましたが、車内や周辺は無人で、けが人はいませんでした。今日午前0時半ごろ、函南町平井の県道135号で、通行人から道路に車が止まり石が落ちていると警察に通報がありました。警察によりますと、落石は直径およそ2メートルで、山の斜面から落ち、駐車場に止めてあったトラック2台に衝突したとみられます。車や周辺は無人で、けが人はいませんでしたが、この落石のため、県道は現場付近でおよそ1時間にわたり全面通行止めとなりました。